松戸競輪場で開催されています、千葉記念、開設69周年滝沢正光杯になりますが、16日最終日迎えます。決勝戦、準決勝の10、11と、地元千葉勢が勝ち上がれてなくて、どうなるかなと思っていましたけれども、12レース郡司公平が仕掛けていったところを乗って、鈴木博士と成清隆之、2人なんとか決勝に、勝ち上がってきました。ちょっと山中秀武、平塚の決勝の時に、体をひねったという影響が残っていたようで、ちょっと今回は気持ちで戦っていましたが、なかなか結果残せなかった。また、和田健太郎、そして、伊勢崎明宏も2次予選敗退、こういったこう地元の千葉の仲間の思い、そして、難関の、支えてくれている選手たちへの思い、鈴木博士と成清隆之2人がこう胸に戦ってどんなレースを見せるのかなというところ注目になってきます。関東勢が5人決勝に上がってきています。山内啓太が、復活の兆し、やはり先行力素晴らしいものがあります。ちょっと並びとしては、岩戸地3社に、尾崎、また諸橋は別ということもあるんですけれども、決勝戦どんな流れになるのかなというところ非常に楽しみです。ただこの決勝の狙いというのは滝沢正光、この偉大な怪物、この姿に憧れたあの男を狙います。決勝12レースになります。並びは1番5番鈴木博士、成清隆之、2番村上義弘が短期、7番3番坂本隆、諸橋恵、4番9番6番8番山岸啓太、神山拓也、飯島の隆起、そして尾崎隆まで、4人並びます。まあ、狙いはもう短期でも村上義弘、本当に本人も常々話されていることですけれども、子供の頃に滝沢正光の走る姿を見て、もう本当にその日は家に帰るなり自転車でそのもう家の周りを走り回ったと、そう言って滝沢に憧れて、競輪選手を目指した、そして今がある、まあ、千葉県この大会ももう何度か走ってるんですが優勝はまだありません。今回一人で掴み取るシーン、4社のラインに、この鈴木博士、まあ、坂本隆はあまりイン粘りというかする選手じゃないんですけれども、この4社をすんなり出すというと勝負権がなくなると思うと、鈴木も坂本も、まあ、村上も一度先頭に立ってから動かすというケース多いんですが、まあ、流れの中でとにかくごちゃついていきそう、そこに対して村上が、前に前に踏んでいっていい位置を確保するなりして、まくりを決める。村上が、まあ、本当につながりの深い滝沢正光と、つながりをこう表彰式でまたアピールするというシーンを待ちたいと思います。決勝の展開、まあ、もしかするとこの4社のラインがポンと出て、まあ、番手の神山が有利にというケースもあるかとは思いますけれども、どうにもやはりこの4社になった以上を3-3バンクでもあり狙われやすい形になるかなと思います。とてもこう激戦になり、まあ、難しくなればなるほど村上の良さ出るというふうに考えています。村上義弘が滝沢正光の冠のついた大会を制すシーン、その瞬間というのを待ちたいと思います。